こんにちは。これ世界中だってやっぱりそこなの。透明のフィルムの感覚っていう、ね、これも本当にその辺にある自分が持ってたもの。やっぱり生活と切り離されたこういう作業スペースってなかなか自分の世代では持つことができなくて、でも本当に家の近所でそうやって切り分けて自分の生活の場所があるっていうのはすごくありだな。